ボーイング 737A&C トルコ空軍の、ボーイング 737A&C。ボーイング 737A&C は、アメリカ合衆国のボーイング社が開発、製造している早期警戒完成機である。正式な名称は、737から700エアボーン、アーリーオーニングコントロール、マルチ、ロールエレクトラーニクリースキャンドアレイレーダーアンテナ、とされる。 ボーイング 737A&C は B737 から700の機体背部に板状のレーダーアンテナを装備した A&C 機で長時間対空しながら適正航空機の監視、追跡と味方航空機の指揮、管制を行うことで航空船を優位に進める空中支援機である。機体規模は航空自衛隊が装備している E-767 のベースになった。 ボーイング767より一回り小さく、機内容積も小さい。ベース機の B737 から700は1997年11月に形式証明を取得し、同年から航空会社に引き渡しが始まった機体である。開発は1990年代、オーストラリア空軍が早期警戒完成機の必要とし始めたことから、検討が開始された。計画名は、 プロジェクトエアー5077、ウェッジ・テールとされた。1996年に提案依頼書が発行された。1999年には以下の3機種の提案が行われた。選考の結果、1999年7月に、ボーイングのチームは、プロジェクトウェッジ、テールのための公的な入札者に選ばれた。二千年十二月に開発及び買収契約が締結され、 2001年2月27日にはメサレーダーを提供するためにノースロップグラマンと契約が結ばれた。同年9月にはレーダーと識別的味方システムの予備設計審査が完了した。最初の機体は2002年10月31日にロールアウトした。この機体はまだ早期警戒管制システムを搭載していなかった。機材の取り付けは2003年に始まった。 2004年5月20日 E-737 は初飛行に成功した。しかしその後、レーダーのクラッター問題や機材の取り付けに手間取り、2006年に引き渡しの予定から大幅に遅れ、2009年11月26日に最初の機体が引き渡された。737A&C の機体は、米ボーイング社が開発した。 ボーイング737から700近距離用、旅客機の機体を基本に、737から800型の主翼と膠着装置を採用した上で、大きなアンテナの搭載やフィン、構造材の強度を高めるなど、各種の改造が施されたものである。リムパックにおいて、KC-135 から、 空中給油を受ける E-7A737 から800型の主翼に変えられたため、翼面積が拡大することで、翼面荷重を減少させて高高度巡航を可能にし、翼内燃料タンクも増加することで、航続距離が延伸した。主翼翼端のブレンデッドウィングレットは備わっていない。大きなアンテナによる、空力特性の変化が生じ、方向安定性を補うために、 ベントラルフィンと呼ばれる固定安定板が、後部胴体の下部左右に、それぞれ一枚ずつ取り付けられている。フライングブーム方式による空中給油受油口が、機種上面にあり、胴体源内壁に沿って燃料管が走っている。主翼には民間型には存在しない燃料、投機システムが備わっている。胴体側面の旅客用窓は、ほとんどが塞がれており、 中央の急速区画にわずかに残されたのみである。多くの搭載電子機器を冷却するために、胴体内を左右2本ずつ走る空調パイプは民間型よりも太いものになっている。B737 a c ウェッジテール機内配置図前から操縦室、ミッション、コントロール区画、急速区画、電子機器区画となっている。 機体後部情報の大きなアンテナと下のベントラルフィンが特徴的である。機内は操縦室に続いて全部にミッションコントロール区画が位置し、中央部に乗員用の急速区画が設けられており、後半部が電子機器区画となっている。人員用の区画内は概ね中央が通路になっている。民間型と同様に2名の操縦者が左右に着座する。 民間機にも備わる広報装置類に加えて、戦術表示装置、戦術操作表示ユニット、電子戦事故防御操作装置、ヘッドアップディスプレイ、ミッション通信装置、空中給油システム操作装置、ミッション専用電気系統システムなどが操縦室には備えられている。ミッションコントロールコンソールが10席あり、ミッションオペレーター10名が警戒。 完成作業を行えるようになっている。制御コンソールは左側に6機、右側に4機が左右の壁際のほぼ機体の局面に沿って取り付けられており、10人のオペレーターは中央の通路に背を向け壁に向かって着座し、操作することになる。左側前よりの2機分の反対側に当たる右側、つまり右側4機の前方の空間は、通信機器用の大型キャビネットが占めている。 10機の制御コンソールより後方には左側に電子線信号処理用の機材を収めたキャビネットが右側には通信機器用のキャビネットがあるこれらによって警戒・完成作業要員10名の登場が可能である乗員の休息などのために各のの片側にはビジネスクラス用座席が2席ずつテーブルを挟んで4席分並べられ左右で 合計8隻8人分の急速用空間が確保されている。メサレーダーアンテナの信号を処理するために天井からすぐに送受信モジュールが1メートルほどの幅で中央部分を占めている。周囲には各種電子機材のキャビネットが並べられている。通常は飛行中に人の立ち入りは行われない。二機の CFMe CFM56 から7バイト 27A ジェットエンジンを 主翼化に搭載している。電子専用の機器類が消費する大きな電力需要に対応して、左右2機のエンジンともに、その補機である発電機が民間型のマイナス700よりも大型のものに変更された。大きな発電機を収めるためにエンジンカウルの左側が膨らみとなっている。737A&C には E マイナス 10MC。10 2A の開発で培った技術が投入されており、戦術データリンクとしては、従来使われてきたトディール A、B、トディール C のほか、多機能情報伝達システムによりトディール J にも対応する。また VHF、UHF のハブクイックアーキテクチャ対応の航空無線機、衛星通信を含めた大規模通信システムを有するほか、 高精度 P コード GPS 受信機などが搭載される。ただし2013年時点では、共同航戦能力には対応していない。高解像度の多機能コンソールは6から8機。アメリカ空軍の E-3 セントリーや、航空自衛隊の E-767、AWACS と連接することが可能であり、米軍と共同作戦を行う国には有利な点である。 機体後部背面上に搭載される細長い板状のメサレーダーは1990年代にウェスティングハウスエレクトリック社が開発した L バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーでトップハットレーダーとも呼ばれるメサレーダーは7度に前傾して取り付けられており3.5トンとされる重量は左右11個計22箇所の取り付けポイントで支持されており 機体側もそれに合わせて強化されている。アンテナアレイの下のフェアリング内には、レーダー信号処理装置とセントラルコンピュータが設置されている。アンテナはフェアリング前後とパイロン両側面に内蔵されており、前後に60度、パイロン側面部は120度の探索が可能である。10秒以下で360度を電子的にスキャンすることが可能で、アンテナは、 改良型 IF 装置のアンテナも兼ねている。薄板状のアンテナは従来の円盤状のロートドームよりも空気抵抗を少なくしているものの前後方向の服域が短くなるという欠点を生んでいる。探知距離はルックアップモードで6 0 0トル以上、ルックダウンモードかつ戦闘機サイズの目標に対しては3 7 0トル以上である。海上目標に対しては フリーゲートサイズの目標に対して 240km 以上である。同時追尾目標数は180機で、うち24機に迎撃を行うことが可能。エリンとアンテナとしての機能も備え、その場合の探知距離は高度 9000m において 850km 以上である。アンテナのスキャン時間は3秒から40秒に設定することができるエーダのビームは、 2度から8度の幅に設定することができる。また、機士仮面と胴体最後部仮面にも比較的大きなレドームが備わっており、その他にも胴体上面と仮面に多数のフィンアンテナ類が取り付けられている。左右の主翼端には、ウィングレットの代わりにイザム用センサーが備わっている。追尾、完成システムはオープンアーキテクチャに基づいており、 アップグレードを行うことで機能を拡張することができる。中央翼全部下面付近に左右各4機のチャフフレアディスペンサーが取り付けられている。また、各種系海洋センサーが機体各所に備わっている。2017年7月5日、オーストラリア空軍は5億2050万ドルをかけて E-7A ウェッジテイルの空中早期警戒、および 完成能力を向上させると発表した。改良により、新しく高度な戦闘識別センサー、戦術的データリンク、通信及び暗号化システムでアップグレードされる。アップグレードは2022年中頃までに完了する予定。ボーイングディフェンスオーストラリアは、ボーイングの米国航空監視、司令チーム及びサプライヤーのネットワークからの支援を、 受け、エアー5077フェーズ 5A の下でウェッジテイルをアップグレードする。プログラムは3つの独立したリリースで構成されており、4億4320万ドルの費用がかかると見込まれている。リリース1には、ターゲット識別、ミッションコンピューティングのアップグレード、大型のビジュアルモニターディスプレイによる状況認識の向上が含まれ、2019年初頭に2期に適用される。 その後、2022年中頃までに投稿された IP チャット通信アップグレードをミッションコンピューティングに適用し、新しい抗体機衛星システム、データリンク及びデュアルディスプレイのアップグレードを行う。合計で19機が発注されている。オーストラリア空軍の E-7A オーストラリアは2000年、ボーイング737型機を原型とした A&C を当初4機。 あとに3機を追加オプションで発注した。最初の2機はシアトルのボーイング工場で組み立て、試験が行われ、2006年には納入される予定であった。しかし、機器の集積化の問題で18ヶ月計画が遅延し、ボーイングは納入は2009年初頭になると発表した。2機の遅延に伴う予算超過は11億ドルを超える見込みである。 追加発注分を含めた4機は、ボーイングオーストラリアで組み立てられ、2010年の年末までには3から5号機の生産を完了する予定である。2009年11月26日、ようやくオーストラリア向け1号機と2号機が完成し、2010年5月5日に、正式にオーストラリア空軍に引き渡された。これらは、オーストラリア空軍第82航空団で、 運用され、ウィリアムタウン空軍基地とティンガル空軍基地を拠点と、する。2012年12月に、初期作戦能力、2015年5月26日に、完全作戦能力を獲得した。オーストラリア空軍が採用した 737A&C には、イスラエルのエルタシステムズ社製のイザム、エリント電子戦支援システムと、ノースロップグラマン社製のアン、 奥 -24 ネメシス、赤外線ミサイル警報装置が追加装備されている。オーストラリア空軍の運用計画では、オペレーターは10人となり、2人の待機要員が登場する。相性はウェッチでいる。2012年には E-7A の形式番号が与えられた。2014年には、過激派組織アイセルに対する爆撃作戦支援で、初めて実戦投入された。 トルコ空軍の E-737-2005 年に4機が発注され、トルコ向け1号機はシアトルのボーイング工場で製造され、2007年9月には飛行試験を完了した。2から4号機はトルコのアンカラにあるトルコ航空宇宙産業が組み立て試験を担当し、2号機及び3号機は2008年6月に製造を完了し、2008年後半より、 隠しテストが行われた。しかし2010年にイスラエルとトルコの関係から搭載を予定していたエルタ社のシステムが搭載できなくなり作業が停滞した。これはアメリカの圧力により2013年に再開され2014年2月21日に最初の機体が受領された。愛称はピースイーグル。韓国空軍のボーイング737やアンド C 韓国は2000年から空中警戒艦正規を整備する EX 計画を進め、ボーイング社のオス e 7 3 7とイスラエル IAI ・エルタシステムズ社のオス g 5 5 0市が採用を競った。EX 計画は IAI ・エルタ社の G550 が韓国空軍の要求性能に達せず競争入札が行えない事態になり一時事業が 中断されるなど混乱したが、2005年に再開された。2007年1月20日に選定事業が再開された。あとも IAI エルタ社が、期限までに評価用データを提出できなかったり、アメリカ政府が E-737 が採用されるよう圧力をかけたりと問題が起きたが、韓国国防部は2006年8月4日に E-737 の採用を決定した。 決定後に行われた価格協議でボーイング社と揉めたりもしたが2006年8月3日に E-737 が選定され2006年11月8日に韓国ダパはボーイング社と15億9000万ドルで契約を結ぶと発表したこの契約には一部技術移転や地上機材、要員の訓練、ミッションサポート、機体とシステムの回収サポートが含まれるという 1>, 1号機の機体回収は、ボーイング社で行われるが、2から4号機は機体そのものと、機材、装備がアメリカから韓国の会に送られ、会社が回収を担当する予定。ボーイング社は2007年8月末に、ソウルで E. s &C に関するサプライヤーカンファレンスを開催した。ボーイング社の発表によると、EX 事業に参加する主な企業は、会。 ネックス1フューチャー社、サムスンタレス社、ヒュニドテクノロジー社、ATA 社、ボーイングオーストラリア社、ベイシステムズ社など。ボーイングで組み立てられた韓国向け E-737 の初号機は2010年2月9日に韓国に到着した。メサレーダーは未搭載で搭載作業は韓国航空宇宙産業が実施する。 空軍への引き渡しは2011年の予定。E-737 は2012年に予定されているアメリカから韓国への戦時、作戦党政権の移行に備えた独立した情報収集、監視、偵察能力の向上を達成するための装備の一つとして導入が行われる。韓国が発注している E-737 の4機。 全ての引き渡しが2012年に完了し、それらが8時間交代で24時間体制で防空体制を取る予定であったが、現状は部品不足で共食い整備を行っており、飛行可能な機体は初号機のみで他の3機は部品取るように地上待機している。なお、地上待機の報道について、韓国空軍は間違った情報であるとの立場を明らかにしている。 これによると、本格運用以降80%以上の稼働率を維持しており、定期整備により稼働率が低くなった月でもそれは69%以上であったと発表した。また、可視保証期間中であったと同時に、ボーイング737型機は世界で6000機以上が運用されており、部品の確保が非常に容易である状況下で3機が部品不足で、 市場待機しているというレポートは非論理的であるとしている。韓国空軍はこの誤ったレポートに対して早急に訂正するように求めている。2016年10月9日には新たに2機の導入を検討していることが報じられている。愛称はピースアイ。イギリス空軍は E3D の後継機として検討を行い。 タイムズ氏は2018年6月19日に国防省が E3D 後継として4から6機のウェッジテイルを最大30億ポンドのコストで購入することを目指していたと報じた。7月3日の報道ではイギリス国防委員会においてジュネーブ・ルイス氏が6月26日の英国空軍の E3D セントリーエイワックス機の潜在的な交換に関する報告書を参照し、 競争なしに E-7A が調達される可能性を示唆していると述べている。同意委員会では入札を排除する理由がないとし懸念を表明した。その後、同月13日付のロイターは4から6機の購入に近づいていると報道した。8月16日には7月中旬に3人のイギリス空軍の人員がウィリアムタウンの 2SQN に到着し、 オーストラリア空軍の E-7A を用いて訓練を開始したことが報じられている。これに対し、エアバスとサーブはエリアイレーダーとエアバス機で構築されたプラットフォームの組み合わせを競合案として出すことを検討しており、サーブはアインの取材に対し、イギリス及び他の国にとって理想的な空中監視及び航空戦闘管理システムの世界的なサプライヤーの一つで、 あるとコメントし、エアバスディフェンススペースは、イギリスがコンペを開催することを奨励し、エアバスは A320 と A330 の派生品を探っているとアインに語った。2019年3月22日に、イギリス国防省は E-7 を総額19億6000万ドルで動き発注することを発表、2020年代諸島からの引き渡し開始を予定している。 カタール空軍2014年に3機を導入する書面に署名した。しかし、文言が曖昧であり、ボーイングとの交渉下にあるとされる。イタリアは14機と P-8MMA の導入を検討中で、あったが2012年にイスラエル空軍による M-346 練習機採用の見返りとして IAI エルタ、システムズの G550 紙の採用を決定した。 アラブ首長国連邦はサーブ2000へ E2D 等と共に評価していたが2009年に決定を延期し暫定的解決策として2機のサーブ340へを購入したその後ボーイングは提案を続けたが UAE は2015年にグローバル6000にエリアイレーダーを搭載したグローバル I2 機を購入すると発表した日本は中期防衛力整備計画の新装機 警戒機の候補として導入を検討していたが E2D が選定されている。2015年に E-737 固有の部品64種の生産ラインが早期に閉鎖され、機器の維持費が大幅に上昇していることが報じられている。ありがとうございます。